中国との領有権問題でよく注目の的になる尖閣諸島については、みんなも知っているよね。政治にあまり興味のない人でも、尖閣イコール中国と結びつけることができるよな。今回はそんな尖閣諸島で現在何が起きているのか、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。中国海警局の船舶3隻が2024年7月2日から4日にかけて最大約42時間にわたり、尖閣諸島周辺の日本の領海内に侵入していて、海保によると今年に入って通算24度目の領海侵犯とのことだよ。今回のケースでは尖閣諸島周辺の日本領海内で操業中の日本の民間漁船2隻を追跡した。中国海警備局の船舶3隻が領を妨害するために領海侵犯を行ったと推測されているね。最近の中国海警備局の尖閣諸島周辺海域でのこうした行動は、1組4隻として行動するパターンが多かったから、今回3隻での行動に一体どんな理由があるのかも気になるところだと思うんだ。こうした尖閣諸島の周辺の日本領海に中国海警備局船舶が侵入を行ったのは、直近では6月24日以来で、前日のように、今年は通算24度目になっているから、月平均4回は同様の事態が発生している計算になるよ。尖閣諸島の周辺海域を管轄エリアにしている海上保安庁の部署は、沖縄本島に本部のある第11管区海上保安本部だが、引き続きこういった事態の警戒と監視を続けると表明しているぜ。ここ近年、海上保安庁の活動を日本国内の大手マスメディアが、尖閣諸島周海域における中国船舶との対峙のニュースで取り上げることが多くなったため、日本の領土防衛最前線に置かれているという感が強くなっているようだな。そんな海上保安庁の生い立ちについてだけど、その創設は太平洋戦争の敗戦から3年後の1948年昭和23年まで遡り、アメリカでは軍隊の一種であるアメリカ合衆国沿岸警備隊 US コーストガードを参考にして設置されたんだって。今は海上保安庁の英語での名称はジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊が定着しているんだけど、これも以前からではなく、2000年平成12年まで同組織を管轄していた当時の運輸省が変更して英語からになるね。それまでの海保の英語名称は、ジャパンマリタイムセーフティボードもしくは、ジャパンマリタイムセーフティエージェンシーだったんだけど、ジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊に改められたよ。英語名称の改定の理由だけど、日本国民に海上保安庁の業務をわかりやすく理解してもらうためで、ロゴやそのマークも変更したと説明されているようで、世界のスタンダードに合わせたと言うべきかな。さらに2001年には海上保安庁の管轄が、運輸省から国土交通省へ変更されたこともあり、以後同組織の船舶等には全てジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊と表記されることになったってわけだね。日本における海上保安庁のあり方は法治国家の原則に鑑みて、海上保安庁法によって規定されていて、その第一条では活動領域は自国の領海接続水域排他的経済水域及び日本とアメリカの SAR 協定に基づいた捜索救助区域と考えられるらしい。とはいうものの、現在は実際の海上保安庁法第一条は、海上保安庁の活動範囲は海上という非常にアバウトな文言で、つまり、日本を取り巻く沿岸部のみに限定するのではなく、必要とあらば世界中での活動が想定されているとも言えるな。ただし1948年に海上保安庁が設立された際、第一条では、活動範囲を港湾海峡その他の日本国の沿岸水域と記述されており、以後の情勢の変化から現在の表記に改定したという経緯があったようだ。具体例としては、大型巡視船として1992年に就役した四季島で、世界で最大規模を誇った四季島に課せられた任務は、当時の原子力発電施策を円滑に進める意図とも関連があったぜ。当時は日本国内の原発で発生した使用済み核燃料を、イギリスまたはフランスが運営する再処理工場に送り、そこでプルトニウムと放射性廃棄物に分離し、保管するという体制だったよね。
この状況から日本では原子力発電所の稼働継続することイコールプルトニウムと放射性廃棄物が増加という状態で、これを解決するため、プルトニウムを再度燃料として使用するプルサーマル方式発電を行うことにしたんだ。そのために日本へプルトニウムを輸送する必要が生じ、プルトニウムは核兵器の材料ともなりうる危険に物質だから、外敵から守る手段を講じなければならず、まずイギリスからのプルトニウム輸送には同国貨物船に武装要員を同乗させたよ。次にフランスからのプルトニウム輸送には日本のハレ・アラタマルが従事したんだけど、64式小銃を装備した海上保安官が同乗した上、フランスやアメリカの海軍艦艇が護衛任務につけられたんだ。このような流れから、日本が独自にプルトニウムの輸送を護衛する船舶を用意することが検討され、海上保安庁がその任に当たることになり、そして保安上の理由からヨーロッパから日本までのおよそ2万海里を無寄港で航行できる船舶が求められることになったわけだな。その目的履行のため、建造されたのが大型巡視船の敷島であり、総トン数7175トン、全長 150.0 メートル、全幅 16.5 メートル、深さ 9.0 メートルのサイズで、前述の通り、収益時には世界最大の巡視船となったぜ。巡視船敷島の機関部にはディーゼルエンジン4機が搭載され、最大速力25ノット、航続距離18ノットの巡航で必要な2万海里が確保でき、110名の乗組員と別に30名の航空要員を収容し、回転翼機2機が運用できたらしい。兵装として90口径 35mm 連装機銃を2機、20mm バルカン砲2機を搭載。これは海上保安庁の巡視船としては2024年でも最も重武装な巡視船と言って良いレベルだぜ。こうして建造された巡視船敷島は収益年の1992年平成4年11月、計画通りフランスからプルトニウムを輸送した暁丸の護衛任務に従事したんだけど、それ以後はプルトニウム輸送が中止されたから、通常の巡視船として運用されたよ。この初代巡視船敷島も今は老朽化の進行が激しいため、退役していて、当初は改修工事をして収益年数を伸ばすことも検討されたようだけど、結局32年に及ぶ収益期間を終えたんだ。こうした海上保安庁巡視船が対峙しているのが中国海警局で、同組織は2018年に組織再編を行い、準軍事組織である武装警察下に入ったため、事実上の中国の第二海軍というべき位置に変化しているよ。日本政府が尖閣諸島を国有化した2012年平成24年時点では、保有する船舶の総数は海上保安庁側が約50隻、中国海警備局側が約40隻で日本側がリードしていたんだけど、現在その数は完全に逆転されているね。2024年時点では海保保有の船舶総数はおよそ70隻だが、中国海警備局の船舶総数は実に160隻に迫るほど増強されており、この12年間で4倍に増えたと考えられるな。ただし日本にとってラッキーなことは、中国が尖閣諸島を含む東シナ海だけでなく、南シナ海でも多くの周辺国と圧力を強めているので、中国海警局の全船舶が日本に向かうものではないということだぜ。いずれにしても、中国側が中国海警局の船舶数を含め、体制を強化しているから、日本側も海上保安庁の船舶数の増加を進めなければならないという意見があるよ。つまり人員をはじめ多くの資源を拡充するために予算を増加せざるを得ないのだという声も大きいようで、予算増大と大きな声で騒ぐようだけど、国の財布はそんなに大きいとは思えないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。